2002年、ホセ・マルティの銅像前で発言する、フィデル・カストロ・カストロ主義は、フィデル・カストロによる政治思想。カストロ主義は、特にキューバの革命家、ホセ・マルティや、1961年以降は、カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、ウラジー・ミル・レーニンなどのマルクス・レーニン主義、また7月26日運動の同士・ェ・ゲバラなどの多くの政治思想の影響を受けた。 カストロ主義の主な焦点は、キューバにおける革命と革命政権を背景とした実践と理論や、キューバのナショナリズムの進展、ラテンアメリカの連帯、社会的構成や人民民主主義などである。カストロ主義構築の背景は、1959年のキューバ革命とカストロの政権獲得で、それはソビエト連邦との密接な関係を形成した。 キューバ革命の初期には、ソビエト連邦や中華人民共和国など共産主義大国からの支援はほとんどなかった。しかし、革命政府が政権を確立し強固にすると、他の大国も関係を深めた。1960年代初期に、ソビエト連邦はキューバを衛生国の一つに組み込んだが、キューバは砂糖やコーヒーなどの産品を大量に輸出する能力を持っていた。 結果的にキューバは、キューバ危機など、ソビエト連邦とアメリカ合衆国の間の多数の衝突に巻き込まれ、内政や外交など多くの政治的意思決定へのソビエト連邦の影響が深まった。カストロ主義の理論は、一般的には1961年から1991年までの期間、ソビエト連邦とキューバの間のより密接で人的な関係を導いた。 この時期の多くの政策は、キューバがソビエト連邦に政治的、経済的な面で大きく依存していたことに影響された。キューバは、また非同盟運動に参加し、フィデル・カストロとラウル・カストロは、それぞれ議長にも就任した。また西アフリカや南部アフリカで、政権獲得した共産主義政府は、カストロ主義の影響を受けており、特に、 アンゴラ内政やコンゴ動乱などでは長年にわたり、キューバの兵士や政府による介入が行われた。ありがとうございます。